シックスセンスは1999年のアメリカのミステリー映画。死者が見える少年と彼をサポートするーに精神科医の体験する未知の世界と二人の交流、そして少年が自分の持っている第六感とどう向き合って生きていくかを描く。冒頭にはこの映画にはある秘密があります。まだ映画を見ていない人には決して話さないでくださいというブルース・ウィリスからの 前置きが話題となり、本編もそれを裏切ることのない衝撃を含む内容で大ヒットした。この作品の成功によって、エムナイト・シャマランは一流監督とみなされるようになった。また、ハーレー、ジョエル・オスミントも天才子役という評価を決定づけた。アカデミー賞では、作品賞、監督賞、脚本賞、助演男優賞、助演女優賞にノミネートされた。 マルコム・クロウは第一線で活躍するーに精神科医でこれまで多くの子供を心の病から救ってきた。しかしある時彼の自宅に10年前の少年期にカウンセリングを施したヴィンセント・グレイという青年が現れる。マルコムはヴィンセントに自分を救ってくれなかったとなじられ銃で撃たれてしまう。その直後ヴィンセントが目の前で自殺したことで マルコムは彼を救えていなかったことを思い知らされる。それから一年後、マルコムは妻のアンナから無視される日々が続くが原因が理解できず、妻との間に隔たりが生まれていると感じていた。妻は別の男とささやかな愛情を育み、それに反して帰り見られずに苛立つ日々で自信を失ったマルコムは苦悩と悲しみに暮れる。そんな中、 マルコムは少年のコールシアーと出会う。コールの姿にヴィンセントを重ねたマルコムは彼を救うことでヴィンセントを救えなかった自分をも救えるかもしれないと考える。必死になって受け入れてもらおうとするマルコムにコールはやがて心を開き隠していた秘密を打ち明ける。コールには死者が見えてしまう第六感のことで悩み怯え続けていたのだ。この能力のためコールは 学校中の生徒や教師から化け物と異端人扱いされ事情を知らない母親ともすれ違っていた。当初は幽霊の存在に回帰的だったマルコムもやがてコールの言葉を受け入れるようになり死者がコールの前に現れる理由を共に探り始めるようになる。その後、とある少女の霊との出会いにより、 死者たちが自分たちの満たされぬ思いを癒してほしいが、ために自分の前へ姿を現していたことを知ったコールは、自分の得意な能力の意義を理解してついに悩みを克服し、自分の能力のことを母に打ち明ける。一方、未だ妻のことで悩んでいたマルコムは、妻が寝ているうちに話しかけてというコールの助言に、基づき、自宅で居眠り中の妻にそっと話しかける。 そして妻の漏らした寝言を聞き、ようやく自分自身がすでに死んで、ゴーストとなっていることに気づく。すべてを悟り心の傷を癒されたマルコムは、苦しみから解き放たれ、テムへと召されていくのだった。映画評論家の町山智博は、シックスセンスのプロットは、恐怖の足跡の引用であると指摘しているが、作品自体は高く評価している。映画公開後、ジム・デフェリスによって、 映画の小説版が、デイビッド・ベンジャミンによってその後のコールの姿を描いたオリジナル小説、シックス・センス生存者、シックス・センス逃亡者、シックス・センス密告者が執筆された。日本では、いずれも、坂井の子役で、竹書房文庫で発行されている。ありがとうございます。